チャンネルクララをご覧の皆様、こんにちは。本日もきちんと学ぼうユダヤと世界史、内藤陽介先生とともにお届けしたいと思います。内藤先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回から、はい、ハプスブルク家の宮廷ユダヤ人と、はい、まあ、ハプスブルクといえば私の大好物で、はい、まあ、ハプスブルク顔といえばシャクレアゴの家系ですよね。はい、はい、で、まあ、ようやく今回からユダヤ人が陰謀をやれるようになります。そうですね、まあ、陰謀というよりも、まあ、物言う株主みたいな、そういった感じのがちょっとイメージとして強いような気がする。いや、まあ、ちょっと先に台本いただいて読んでる中で言うとですね、まあ、鍋常とか児玉義雄ぐらいには慣れたかなと思って。まあ、そこまでいかなくて、むしろ村上ファンドでしょうね。ああ、なるほど、わかりました。クレーマー的な株主とか、クレーマー的な株主、まあ、総会屋ぐらいにはなって、まあ、総会は、うん、それぐらいかもしれない。今でも、あの、そう、株主総会ないから、裏でちょこちょこ動き回って、まあ、根回しはね、しないとってことではあるんですけれども、うん、なるほど、まあ、昔で言うと、大英の永田正一みたいな感じですね。あ、そうだね、永田ラッパー、ね、なんでこれで分かるのかっていう、うちのスタッフ、面白いですね。はい、そういうお年ではないですよね。でも20代ですけどね。永田正一が分かる20代後半って面白いよね。河野一郎って人のスポンサーでした。はい、なので、はい、今回、まあ、進めていただきます。はい、要するに、まあ、前回、ベニスの商人のところで終わったと思うんですけれども、はい、やっぱりユダヤ系の方々が、まあ、そろそろ、商業とかそういったものが発展したということで、お金をやっぱりだんだん持ってくるようになってくるわけですね。で、まあ、それ以外のキリスト教徒の方っていうのは、ようやっとまだ資本主義が出てきて始めた段階ですので、うん、まあ、ある程度その貿易だとか商取引 のノウハウ、うん、あるいは資本を持ってるとはやっぱりユダヤ系の方ばっかりなんです。うん、でそうしますとですね、いわゆる16世紀後半から17世紀ぐらいにかけて、まあ、ハプスブルク系の当主にですね、まあ、神聖ローマ皇帝だったりボヘミア王だったり、まあ、いろんな君主をやるんですけれども、その辺の人たちにそういったユダヤ人のお金をその有効に使ったらいいじゃないかって出てくるわけです。で、ハプスブルグといいますと、非常にキリスト教徒の中でもカトリックの守護者というふうなイメージが多いんですが、この頃カトリックとプロテスタント、まあ、ルター派なんかと その血で血を争いがある中で、ユダヤ人が彼らにしてみると比較的、まあ、マシといいますか、カトリックに比べればまだいいよねと。プロテスタントと比べる、ごめんなさい、プロテスタントに比べれば、失礼しました、カトリック側から見るとプロテスタントに比べればまだいいよねというのをハプスブルグなんかは、まあ、感覚として持ち始めるんです。なるほど、パンクラスがリングスは嫌いだけど FMW は好きみたいな、そんな感じですね。キャラが変わらないんで、はい、まあ、これがほらポルトガルあたりだとそれでもユダヤ人嫌だってなっちゃうんですけども、ハプスブルクあたりはそう、そうか、神聖ローマ皇帝だからオーストリアハプスブルク帝の方、そうです、ね、オーストリアの方ですね、はい、失礼しました、オーストリアのハプスブルクの方は比較的やはりお金が入り用になりますので、うん、お金を持ってる人とお友達になろうと、はい、でここで特に神聖ローマ皇帝のルドルフ2世という方がおられるんですが、この人が、まあ、ユダヤ人差別を禁止すると、それから商取引を完全自由化すると、うん、で、まあ、ユダヤ系の人たちをどんどん入れてくると。でその背景にはやっぱりネーデルランドなんかが独立しまして、うん、でネーデルランドなんかっていうのは比較的宗教の自由ということでやってる国なもんですから、ユダヤ人なんかがやっぱりどんどん流入してそれに反してくるわけですね。やっぱそういうのを見てるわけです。でそしてその、まあ、その結果プラハがユダヤ人文化 その中心になると。でそのボヘミアのヘブライ文化というものが花開いてくると。でこの時代にその、まあ、次のところでちょっと、まあ、パネルは2枚目になっちゃうんですけれども、プラハに非常に大きなシナゴーグができます。でこのシナゴーグなんかのこのシナゴーグ今残っているのは一回焼けちゃって再建されたものなんですけれども、そのオリジナルのものに比べてかなりやっぱ規模が縮小したと言われているのが、それでもかなり立派なシナゴーグができるということになるんですけれども、でまあ、戻りますが、この時にそのルドルフがやったのは何かといいますと、宮廷ユダヤ人という形で財政顧問のような形でその、モルデハイ・マイゼルという人を、まあ、登用するわけです。で、この、まあ、モルデハイ・マイゼルなんかを登用しましてですね、彼なんかがやっぱりハプスブルグのその金銭的なといいますか経済的な運営をかなりやりまして、ハプスブルグはそれでかなり儲かるわけですね。でそこで、まあ、ただこの宮廷ユダヤ人というのはあくまでもその制度としてあるわけではなくって、皇帝がお前は俺の顧問だよという、うん、あくまで個人的に任命したわけです。で今までもそういった形で任命されたユダヤ人の人たちというのは大勢いたわけですけれども、そういう人たちというのはあくまでも皇帝と の個人的な関係ですんで、皇帝がいなくなっちゃったりあるいは気が変わったりするとすぐクビになっちゃったりですね、うん、ひどく殺されちゃったり財産没収されたりすると、うん、
さすがにそういったことが歴史的に続いてますんで、このマイゼル氏はですね、どうしたかというと、自分が死んだ後これはもう完全に財産没収されるよねと、だからそこで皇帝 の顧問のような形で当然まあお金を儲けると、その儲けたお金は慈善事業にまあ寄付するわけですね。で例えば道路を作ると、学校病院、それが先ほどのシナゴーグを作ると、それからまあ墓地なんかも作るという、まあ、かなりその町のそのためにですね、お金をまあ使うということ、どうせ取られちゃうんならそっち使っちゃうと、でそこでまあ言ってみれば彼 の, そのまあ評判といいますか、ユダヤ人に対する見方が若干少しずつやっぱり上層階級の人たちの中で変わってくるわけです。でそれが決定的に変わってくるのがいわゆる30年戦争なんですね、はい。で30年戦争の時代というのはこれまあ1618年から48年ですけれども、パネルは2枚目、パネルは2枚目に、なりましたですね、はい、でですね、でこの30年戦争の時代というのはやはりハプスブルクが相当お金を使うという時に、このプラハのユダヤ人商人であったヤコブ・バスセビーという人がいるんですが、このバスセビー の, 資金を彼がお金を集めると、でハプスブルクは最初30年戦争が始まった時はかなりボロボロだったんですけれども、うん、特にお金がなくてボロボロだったんですけれども、その資金をこのユダヤ商人がまあ賄ってやると、うん、ですからその結果どうなるかっていうと、そのやっぱりプロテスタントにいろんなところ占領された後、このカトリック側がそのまあ2年後に巻き返してプラハを奪還するわけですね、うん、でそうすると当時 の軍隊というのはご案内のように略奪というのはこれご褒美として認めてますので、うん、カトリックの皇帝軍はプラハで略奪の限りを尽くすんですが、その時にですね、これかつてちょっとイメージ湧きにくいんですが、なんと皇帝 の, その軍隊 の, 方の命令が出まして、ゲットは略奪するなと、うん、こいつら略奪しちゃうと、うん、せっかくお金出してくれてるから気に入らないのは分かるけれども、うん、手出しちゃダメよと、うん、他でやれと、他でやれと、うん、でそういったことで非常にその、まあ、プラハ奪還ですとか、まあ、ハプスブルグ の, その、まあ、軍事費をですね捻出したということで、このパセビーという人がですね、ユダヤ人として初めて爵位を与えられると、うん、これ高校博士団の任命の方の公爵だったと思いますが、えそんないきなり高いところに公爵というふうに呼ばれてるんですから、すごい、かなりすごいんですよ、めちゃくちゃすごいじゃないですか。でだからこの時代というのがそろそろやっぱ宮廷 の, そのやっぱりいわゆるまあ絶対王政がそろそろ出始める時代になりますんで、うん、国王にくっついて国王に引き上げられて、でその一代でその爵位をもらうというですね、うん、それがまあいわゆるユダヤ系の人たちの中のいわゆるその出世のその上がり、すごい上がりというモデルが徐々にできてくる。一大爵位なんですね。子孫は継げないですね。まあそれでもすごいですね。まあそれでもすごいですよね、うん、それで結局これを見てまして、ハプスブルグのやり方を見てまして、ドイツ の, やっぱりいろんなちっちゃな地方君主がいますけれども、彼らがやっぱりユダヤ教徒をやっぱり呼び始めるんですね、うん、でそれがまあ宮廷ユダヤ人といったものが出てくると、で当然宮廷ユダヤ人ですから、まあ、いろんな財政顧問、外交顧問のようなことになりますんで、うん、ある程度その政治にも影響力を持ち始めると。ただあくまでもそれは皇帝なり国王なりと の, その個人的な人間関係ですから、うん、それで彼があくまでもしかも顧問というふうな形で宮廷大臣になってきますので、それは本当に彼らが政治を動かすところまでの影響力はないんですが、うん、ただそれなりにやはり以前 の, その非常に迫害された状況に比べればだいぶ情報の方は、うん、アッパークラスの方は改善されていると。いやもうまさにユダヤの陰謀じゃないですか。陰謀がまあそろそろ始まる土台が出てきたということですね。だこれを見てまあ陰謀だというふうな言い方をまあする人が出てくるわけですね、まあ、なんかそういう裏話的にハプスブルクの裏にはユダヤがいた、裏にはいましたけど表に出れなかったわけですね。むしろ表に出れないと、まさに中田正一ですねで当時まあ議会も何もないですから、はい、やっぱり宮廷 の, その非常にファミリーサークルでこう決めるわけですよ、でその時に意見を言う人と入ってきた、うん、ということなんですね。で、まあ、それがまあ陰謀イメージの一つになってくると、うん、でプラハに関して、まあ、言いますと、実はこの30年戦争の後に最後の時にですね、最後の頃から始まるんですけれども、うん、ウクライナでフメリニツキーの乱というのがあるんですね。このパネルのおじさん、ね、パネルのこのおじさんですね、はい、この非常にでこの人はウクライナとかロシアで英雄になってまして、旧ソ連でフメリニツキー勲章という勲章まであったんですけれども、はい、これまあポーランド・リトアニアの支配下にあるウクライナの独立運動をやったというふうに、まあ、彼らは言ってるんですけれども、その過程でですね、ユダヤ人大虐殺やるんですよ、うん、何度か前にお話ししたように、この時代のユダヤ人の方というのがポーランドではいわゆる代官ですね、はい、
でそれでポーランドの貴族の領主は直接現場にいなくて現場を取り仕切る代官みたいなことだったもんですから、まあ、恨みを買うといえば恨みを買うわけですよ。直接、まあ、交通違反のその切符切るですね、警察官のあの人たち怒ってもしょうがないわけですが、うん、やっぱり彼らは恨みを買うのと一緒ですから、うん、でそれであのまあ大虐殺をやられたんですが、これがすごいんですね、うん、当時 の, そのユダヤ人口5万1000人と言われてるんですけれども、その中少なくとも2万人殺したと言われてます。4割ですね。4割です、ね、ポルポト以上ですね。ポルポトの真っ青ですね、はい、人口比でいうと、うん、ですからこれ今でもユダヤ系 の, その歴史書の中ではヒトラーに次ぐ極悪人というのがフメリンスキーというのが出てきまして、うん、まあ、それが英雄でウクライナという国を作ったとなってますから、うん、まあ、昔ねウクライナのあれで泥棒とゴロつきの戦いと言ってましたけど、まあ、まあそういう DNA はちゃんとあるのかな、はい、なるほど、はい。でまあ、あとそのプラハがそういう形でやはりハプスブルグが盛り上げたということでユダヤ人がいろんな形で入ってきます、うん、で例えばそれはトランシルバニアにオスマン帝国が入ってきて難民として入ってくる人、うん、あるいはそういう形でユダヤ人使えばいいじゃないかと言っても固くなにやっぱりユダヤ人嫌だという、うん、そういった君主もいますんで、はい、それが例えばレオポルト一世なんて人は、うん、ウィーンからユダヤ人を追放しちゃう。これは神聖ローマ皇帝、こちら神聖ローマ皇帝の方ですけどね、はい、でそうするとプラハではきちんとその生活ができるし、ある程度その出世の糸口もあるということで、うん、ユダヤ系の人は1万人を超える大都市が出来上がる、うん、なるほど、もう踏まれても踏まれても食いついてきたと。まあ、そうですね、だから逆に踏まれたから踏まれないところにどんどん逃げて、なるほど、しぶといですね、まあ、それぐらいやらないとやっぱり残れないですね。残れないですね。いや、ようやくユダヤの陰謀が出てきたかなと。陰謀っぽくなって、陰謀っぽく、でもやっぱり永田正一クラス。そうですね、はい、永田正一が分かんない人はググってください、はいはい、ということでまた来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。